皆さんこんにちは、のはるです。そしてたかぼです。ということで、あの2人で今日はちょっとスポーティーな格好をしてるんですけれども、2024年になって、はい、また新たに挑戦をさせていただく挑戦系 YouTuber ですか。だそうで、早速ね挑戦することがまた一つ決まりましたので、それをちょっと YouTube に収めていこうかなと思ってます。何の挑戦かと言いますと、はい、デルルルルルデン、東京マラソンに参加することが決まりました。イエーイ、拍手。というので、あの3月3日、東京マラソンが決まってますが、倍率がすごく高いマラソンなんだけれども、実はね去年の10月に、レガシーハーフマラソンっていう東京のマラソンに出走させていただいたアシックスさんと一緒に今回も実はやらせていただくことになりまして、ノルルマラソンやってみて人生で1回かなフルマラソンはと思ったんですけど、もうちょっとねこうできることもあったかなとか、いろんな思いもあったので、まあ東京マラソンも日本で初めての私はフルマラソンというので、楽しみありつつ不安ありつつ、はい、めったにないチャンスっていうところで、まあ、人生1回なんでね、走れるんだったらちょっと挑戦させていただこうかなという思いで出走することを決めましたので、皆さんあの本当に応援していただけたら嬉しいです。たかぼーはもうあのフルマラソンなんか常連なんでいいんですけど、私は2回目だけどちょっと全然まだまだ辛いので、皆さん応援してください。というので、今日は今からその早速アシックスさんのランニングステーションっていうところにお邪魔して、靴のフィッティングをしに行こうというので今向かってます。はい、頑張りましょう。はい、行ってきます。行ってきます。はい、というわけでアシックスのランニングステーションに到着したので、今から測定をしていただきます。なんかこういう本格的なこの装置を使ってしっかりと足の形とかをスキャンしていくんですよね。早速やっていきます。違う。この尻肩に合うシリーズはやっぱりこのシリーズがあるっていうふうに、ちょうこれだ、この靴が合うみたい。お願いします。はい、サイズも私思ってたサイズと違いました。 24.5 か25だと思ってたんですけど、 25.8、 大きくなっちゃったんです。大きくなった、はい、合ってる靴を見てもらいました。はい、はい、固定されてる結構、あのこっちよりも幅がすごいこうブカブカなんで、だからこれであの緩いと思ってたんですよ。そんなことないんだ、すごい、全然違う。かわいい、かわいい。これ、走りやすそう。あとこの靴下いいっすね。今アシックスランニングステーションでフィッティングが終了しました。すごかったね。すごかった。結構あの細かく足のサイズから形から重心の癖みたいなものとかも全部出たので、でそれによってその靴もクッションの入り具合とか足の形によっていろいろそのタイプ別にあるみたいで、私の足にはこの靴がいい、高棒の足にはこの靴がいいみたいなのをご提案いただいて、結果が出たので、ちゃんと自分の足に合うシューズっていうので東京マラソンに挑戦できるということで、はい、なんか今度走るフォームとか、うん、あと筋肉量とか、あと肺活量、あのそういうのが測れるのもあるみたいで、東京マラソンに向けてそこまで準備しようと思います。シックスの銀座店さんの方で筋肉量も測りたい場合はそちらでできるってことなので、そこも今度後日予約していきたいと思います。どんな感じかレポートしていきます。はい、ランニングラボの喫茶店の方に来ております。前回は大手町の方のアシックスランニングステーションで足のサイズだったりとかいろいろ調整測ってもらったんですけど、今日は体のねランニングフォームだったりとか呼吸の仕方だったりとかいろんなものちょっとよくわかんないんですけど、いろんなものを測ってもらえると思うので、こちらで詳細を見ていただきたいと思います。もう本当にラボっていう感じの、ここであのマスクをつけて、ランニングマシーンで走っ
して、こう、ムーブの姿勢で、呼吸の仕方だったりとかを全部詳細測ってもらいたいと思います。ジェットコースターみたいですね。はい、上げてください。いきましょう。はい、いきましょう。ラスト、いきましょう。ジェットコースター。ただ、調節もあり、バランスもあり、ちょっと痛みになるかなとか。さすが。股関節柔らかいですね、やっぱり。いや、すごいと思う。柔らかいんですか。あ、本当ですか。アップします。めっちゃいい天気なのよね。ホノルルマラソン後初の練習していきたいと思います。はるちゃん今日8キロ、うん、僕は、まあ、6周で12か7周で14かって感じで。あ、なんかお腹痛くなりそう。まあ、無理しないようにいきましょう、はい、靴はじゃじゃん、6のランニングステーションに行って全部測ってもらった上で導き出されたこのシューズです。26センチっていうことが判明して、うん、でランニングをする場合はプラス1センチの靴を履くのが理想ということで、こちらの靴のサイズなんと27センチということで。それ27だっけ。はい、こちら27でございます。はい、僕の方もその時にいろいろ測ってもらって10年ぐらいから 26.5 センチを履いてたんだけど、うん、まさかの僕も27センチでした。っていうことは夫婦揃って同じ27センチ、同じサイズというので、まあ、ただ私もね、高坊さんと同じこのシューズあるんですけど、この靴の形だと、26.5 なんですよ。お疲れ様でした。今日は 8.65 キロ走りました、はい、久しぶりに走ったら呼吸が分からなくなっちゃって、ちょっとゆっくりペースで8分ぐらいで走ってたかな、うん、僕は平均が4分54秒、1時間4分と19秒でした。私1時間5分だ。この練習どうだった。この練習いいよ、やっぱり今日初おろしでしょ。うん、初おろし走りやすいし、あとブレない。僕もね、すごい走りやすかったです。こんな感じで、また引き続き練習頑張ります。はい、頑張りましょう。今日はですね、3月11日になりまして、東京マラソンのね、あと2日になりました、はい、ということで、今日今からエキスポに行って、はい、ゼッケンとかいろいろ撮っていきたいと思います、はい、じゃじゃーん、はい、
ビッグサイト。じゃあ行きましょう。はい、ここ、はい、受付。これビブス、うわめっちゃ並んでるよ。赤棒は10です。取りました。はい。ありました。パパーン。はい。はい。ブースにも行ってきて、東京マラソンの。はい。今日中身なんだけど、昨日の時点で完売ってことね。私は去年の10月のハーフマラソンから始まって12月にホノルルフルマラソンをやって、まあ、今回の今日の東京マラソンフルマラソンということで大会に出るのは3回目なんですけど緊張してます、まあ、なんかそんな感じするよね、うん、走っていいのかなっていうぐらいの申し訳ない気持ちなんだけれどもせっかくなので楽しんでとにかく前に進むという目標で会場まで行きたいと思います。はい、というわけでガーノットホテルに到着しました。こちらにいらっしゃるのはもうランニングの大先輩ゆりさんでございます。私の会ではかなり有名な方で、そうね、知らない方はいないと思うんですけど YouTube もやってるもんね。はい、やってます。雲の上の方なんですけども、高本京さんともともと先輩。そうで先輩チームメイト、チームメイトランニングの大チームメイトで、で結婚式も来ていただいてるので、ね、アドバイスも頑張りたいと。頑張りましょう。不安だわ、僕も不安頑張りましょう。はい、落ちて着きました。使った。30キロまで1回も歩かない、うん、5時間でゴールできると思ったもん最後の10キロ地点でもう失速した。頑張ったじゃん。頑張りました。Deathly you.